グルシャン・デイ・バイヤーは、インドのボリウッドで活動する俳優。代表作には、シャイタン、ヘイト・ストーリー、ハンターがある。カルナータカ州、ベンガルール出身で、国立ファッション工科大学を卒業した。妻は、ギリシャの女優カリロイツヤフェタ。クルニー修道院、聖女ゼフ高等学校で教育を受けている。国立ファッション工科大学卒業後は、ファッション業界で10年間働き、 ウィーガンリー大学でファッション学の講師も務めた。その後、バンガロールの英語劇場で早くを演じたことをきっかけに俳優業に転身する。彼は複数の演劇に出演した後、活動の幅を広げるためにムンバイに移住した。第59回フィルムフェア賞受賞式に出席するグルシャン・デイ・バイヤーとカルキケクラン2011年に、 アヌラグ・カシャップのイエロー・ブーツの娘で映画デビューし、カルキ・ケクラン、ナシル・ティーン・シャーと共演した。同作は、トロント国際映画祭、ベネツヤ国際映画祭でも上映された。同年に、ローハン・シッピーのダム・マーロ・ダムで、アビシェイク・バッチャン、ビパ・シャバスー、プラティーク、バッバルと共演した。同年に、ビジョイ・ナンビアルのシャイタンで、ラジーブ・カンデル・アル。 カルキ・ケクランと共演した。同作は工業的な成功を収め、デーバイヤーの演技も高く評価された。彼は同作でフィルムフェア賞、スター・スクリーン・アワード、スター・ダスト・アワードなど複数の映画賞にノミネートされた。2012年にビベック・アグニ・ホトリのヘイト・ストーリー・デ・パオリダムと共演した。同作では初めて主要キャストに起用され、 スリーパーヒットを記録した。ボリウッドハンガマのタラン・アダルシュワさん、5の星を与え、デイバイヤーの演技をエクセレントと批評した。同年には、バーサンバーラーのペドラーズで、ニムラ・トカウルと共演し、同作は、カンヌ国際映画祭でも上映された。2013年に、サンジャイ・リーラー・バン・サーリーの、10段の共演ラームとリーラで、ラン・ウィールシン、 ディーピカーパードコーンと共演し、同作はブロックバスターを記録するヒット作となった。2015年に、ハンターで、ラーリカーアープテイと共演し、セックス依存症の男を演じている。2016年に、ビベーク・アグニ・ホトリの、ジュニュー・ニートで、プルキト・サムラーと、ヤミー・ガウタムと共演した。フィルム・フェア・グラマー&、スタイル・アワード2016受賞式に出席する、グルシャン・デイバイヤー。 ありがとうございます。